こんにちは、福井の旧車系 YouTuber ひでチャンネルです。今日はガレージライフってことでやっていきたいと思います。このね、新しいガレージ、シャッターがないんですけど、先日シャッターは中古のやつを取り外してきました。で、ここにね、そのシャッターを取り付けたいんですけど、間口がめちゃめちゃ高いんですよ。だいたい4メーターちょいぐらいあります。なのでそこに新規で鉄骨で作ってもらったものを取り付けていくんですけど、まずここが邪魔になってくるんですよね。このコンクリート、これ幅が結構ギリギリなんで、このコンクリートがあるとシャッターがここまでしか降りないってことになってしまいます。地面はここまであるんです。で、ここをね、この箇所赤く墨がしてある箇所からこっち側をはつっていきたいと思います。まずはそこから。で、まずはつる前にここをね、赤い墨のところ、ね、綺麗にはつれるようにカッターで切れ込みを入れてからはつり機ではつっていきたいと思います。で、向こう側も同じ、こっち側も一緒ですね。こんな感じ、こんな感じになっているんではつっていきたいと思います。そうするとここにシャッターの枠がつくことができます。さあね、今日陰なんで今のうちにやっていきましょう。ポーターキャブ君も応援してくれてるんで頑張ってやっていきたいと思います。それではやっていきます。はい、前回の解体の時にはベビーサンダーを使ったんですけど、今回はこのね、本ちゃんのサンダーを使います。まあ、この方が刃が深く入るんで楽なんですよね。ただ重たいんで結構取り回しには注意が必要です。それではいきましょう。はい、こんな感じです。煙がすごいんでマスクとかしてね、メガネもちゃんとして作業をしたいと思います。はい、はつり作業は前回同様、こちらのはつり機を使っていきます。これぐらいのコンクリを割るにはね、ちょっとちっちゃいんですけど、DIY なんで仕方ありません。道具が限られてるっていうのも DIY の醍醐味の一つですよね。時間をかければ割れるんで頑張ってやっていきたいと思います。
コンクリートを切るサンダーもコンクリートを割るブレーカーも、まあ、扱いによっては大怪我をする恐れがあります。なので、まあ、使ったことがない方は本当にくれぐれも慎重にやってほしいと思います、ね、特に、サンダーの方ですね、コンクリートを切る道具の方、まあ、これは本当にね、指や手を切ったりしてしまう恐れがあるんで本当に注意してください。もちろんね、ブレーカーの方もそれに比べるとっていうだけの話で、まあ、実はねブレーカーの方も結構危ない機械です、まあ、コンクリートを割れるぐらいのパワーを持っている機械ですから本当に注意して扱う必要があります。まあ、ただね、DIY でやるっていう風になっても、まあ、じゃあ道具ってどうするのっていう話ですよね。僕の場合ですと、近くのホームセンターにこういうのを貸し出してくれるホームセンターがあります。まあ、このブレーカーとかは自分で持ってるものを使用しています。まあ、仕事でも使うんで、まあ、DIY が半分で、まあ、仕事が半分っていうところですかね。まあ暑いんで休み休みやりました。まあこれね結構時間かかるんですよね、まあ、これぐらいの大きさ、これぐらいのボリュームを割ろうと思うと、まあ、このブレーカーでは少し心もとないですね。まあ本当に工事現場で使うようなエアーのやつ、ああいうバババババババっていうやつだったら、まあ、もっと早く割れたのかなっていうふうに思います、まあ、ただね今回は DIY ということでこのブレーカーでどれぐらいできるかっていうところを、まあ、試したっていうところもありますね。本当に本気でやるんだったら、まあ、これより一回り大きいサイズのブレーカーがあった方がいいですね、まあ、これは物が古いんですけど、まあ、なかなか壊れるもんじゃないんで、まあ、これを使っています。で今みたいに、まあ、破片が飛ぶ場合があるんで、まあ、車とかそういう大事なものとかそういうものは、まあ、養生するなりどかしておくなりした方がいいと思います。ハグシを食うって福井弁で言うんですけれども、はい、だいたい作業開始から2時間ぐらいでこの状態になりました。で、ね、カッターが入っているところはこういうふうに切り口がとても綺麗ですよね。でここはハツリなのでこのようなザラザラした状態になってます。まあ、ここの表面処理はおいおい考えることにします。で、このようにアンカーとブレスの、ね、ピースが出てきました。なんでこれはカットして、でアンカーの部分は直接溶接していこうと思います。で反対側も同じような作業をしていきます。本当はシャッターまでつけようと思ってたんですけれども、まあなかなか大変でしたね、まあ、こんな感じでまっすぐ立てることができました。建物自体がまっすぐじゃないんでなかなか苦労しました。今日はこんな感じです。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良ければ高評価のグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。